ハヤとドアを投げます。はい、いいよ。Yes, ini kerja. Ngomong anak bos. Kapan ngomong anak sendiri, guys? Unagi ga deta? Unagi mo deta. Unagi chan. Hah? Kenden ta? Iya.やんたしよね、おみきらね。一回もついてないところを思います。してみるから、あっち一回投げてみよう。行こう、手がね、スプラコンなの。かえねんてぼぴるがえ、ちょっとけ。そこに、そこで釣るわ。うん、いいよ。ラップを気をつけてね。歩く、ある、あれ、ルアーある？綺麗ね、船が。待て、最初はこんなとこによ、ロープを見て、どこかにロープがある、どこ、ロープよ、あっちはこっちはダメね、ここへんはダメ、ロープがあるから、うん、ここへん、もしっかり見らんなんちゃう、うん、そうそうそう、船の近くね。うん、あちあちは大丈夫よ。あちなら。大丈夫よ。うん、大丈夫。インドネシアの気象。映像が綺麗よ。太陽で。太陽の怒りで。マジ。うえぇ。魚釣り楽しい？釣れんくても楽しい。何歳まで魚釣りたい？歩くと同じぐらいまで。わい、プロ釣りやん、それ。それやったら鈴木釣りまで一生釣りたいな。マジかよ、俺まだ捨てないのに。鈴木が本当には釣りたいね。でもあっち側に本当に鈴木が出るらしい。釣りってしようと思えば何でもできるね、釣りは。うん、とりあえずは、ロア釣りは簡単には釣れない、うん、マジで。これをいつもなんかいろいろミスとかベイトがあるとこ、小さい魚、小魚があるとこ、あイワシみたいに、イワシみたいな魚といろいろね、うん、水の流れ、潮の流れ、そういうのを確認して、うん、そうそう、ちょっとやったらはわかるね、どんな時魚が食らうのか。まあねねね、あ、魚を取るって言ったれ 言って、うん、あれ何が一番釣りと自分で、うん、取るのがどっちが早いかって言ったら釣りの方が早いかもね。自分で取るやったら逃げられる可能性もあるわ。スパってつるつる滑るかい。うん。お姉さんと、お姉さんと喋ってるじゃない？いや、本当に釣りが大変やけど楽しいんだよね。こんにちは。こんにちは。何の犬の名前ですか？桃子。桃子。桃子。桃ちゃんと。桃ちゃん。あ、本当？ウニ投げたらしい。あのただレンスですね。魚釣り投げるレンス。音でビビリ。こんね。ももちゃん。バイバイ。
それ。うん。撮っていいよ。どうしよう。ごはんやとは。ここは後ろ来たよ。これにしようかな。あれ？百円か。足りない。これはミスで。土産がいらねえって。はい、アスリー、アスリーあげる。はい、バイバーイ。今日は楽しかったね。うん、今日はどうですか。楽しかった、はい、楽しかった。またスリー、一緒にスリーに行きたいですか。はい、よし。おうち、また取りに行け。じゃあ帰りますよ。え、土日。土日、ああ大丈夫よ。土日曜日にね。明日宮崎に行って、土曜日土日曜日でいいね。まあ俺も今もう先、今日朝から帰る準備の準備しちゃった。俺汗、なんか服着るものとかいろいろ